A 女子でパリ五輪代表の大橋悠依28イコールイトマ満投身イコールが今期限りで現役を引退する意向であることが12日分かった2021年東京五輪では20万 400m 個人メドレーの2種目で金メダルを獲得集大成と位置づけた今大会は 200m 個人メドレー準決勝で全体12位となり決勝進出を逃した 9から10月に佐賀県で開催される国民スポーツ大会、旧国民体育大会が公式戦最後のレースとなる見通しだ。写真、晴れやかな表情でパリから帰国した大橋悠依。パリ五輪を終えた大橋の表情は晴れやかだった。女子200メートル個人メドレーは2分10秒94で準決勝敗退。決勝には進めなかったが、どこか満たされた気持ちだった。 純粋に有観客というのを夢見ていたので、それを体験できてすごく楽しかった。もうやりきったなっていう感じで、やり残したという感じは全くない。産経スポーツの取材に応じた28歳は、今期限りで現役を引退する意向を示した。滋賀県彦根市出身、幼稚園からスイミングスクールに通い、2010年ジュニア五輪の200メートル個人メドレーで優勝。 東洋王時代から約10年、世界のトップスイマーとして活躍してきた。コロナ禍で無観客開催となった21年、東京五輪で個人メドレー2冠。栄光に輝いた一方で、観客の大声援を背に泳ぐ、本当の五輪を体感したいという強い気持ちを持っていた。頂点を極めてからの3年間は、金メダリストにしかわからない苦悩との戦いだったが、 超満員のラデファンスアリーナで泳ぎ、強烈にすごくワクワクすることを体感できた。それが一番良かった、トコン大会を振り返った。引退後のビジョンもある、このままで日本の水泳界がいいとは思っていない。海外のコーチが選手に対してどういった声かけをし、人間関係を構築しているのか、どのような考え方を持っているのかに興味があるという。日本オリンピック委員会 JOC が行うスポーツ指導者の海外研修事業にも関心を寄せるほか、勉強したいなって思うし、自分が経験してきたことを選手だけじゃなく、コーチや保護者の方々に話していくというのもすごく興味がある、と先を見据える。佐賀県で行われる国民スポーツ大会が公式戦最後のレースとなる見通し。競泳は9月14から16日に佐賀市の佐賀アクアで実施される。 多くのファンが詰めかける会場で大橋らしい美し